大井川鉄道 E10 系電気機関車は、大井川鉄道が1949年に導入した直流用電気機関車である。大井川本線の電化に際し、三両が製造された。E101 が、三菱重工業三原製作所にて1949年10月27日付で、竣工、e。E102 が、同所にて、同年11月5日付で竣工、e。E103 が、 日立製作所水戸工場にて、同10月15日付で竣工し、12月1日に運用を開始した。小型のデッキを持つ自長45トン、軸配置 BB の箱型電気機関車で、当時の私鉄としては大型のものである。外見は当時製造されていた、国鉄 EF58 系 EF15 型と類似していて、同型には、 神戸電気鉄道 ED2001 型や小田急で既戦40系、近畿日本鉄道で31型などが挙げられる。E101.10 には、同じ三菱重工業製でありながら、日差しの有無や、車体前行の際など見てわかる違いが多い。日立製作所製の E103 は、滝に比べて角張った外見をしている。前期の共通点として、軽的に電気機関車としては、 珍しい電車用タイフォンを採用した点が挙げられる。なお、E103 は後日の学南鉄道転出後に、タイフォンからホイッスルに交換された。しかし、大井川鉄道再入線後に一エンドがあのみ、タイフォンに復元されている。E101 も、後日の大規模整備の際に、ホイッスルに交換された。運用開始当初は、大井川本線で、貨物列車の経引に使用された。 1976年の SL 急行運行開始後は、その補助機関車としての運用が主となり、貨物運用は1983年に廃止された。2000年からは ED500 型と共通運用で SL 急行の補給を務めている。その他の運用として、1984年から毎年夏に運転されているビール列車やイベント時の臨時客車列車の牽引。 新金谷車両区での入れ替え作業にも使用されている。稀に工事列車として、補希800型を牽引することもあった。検査期限切れにより2011年頃から運用を離脱していた E101 が、2013年春頃から2014年2月まで、新金谷車両区で全般検査を含む大規模な整備を受け、本線復帰した。この際、モーターび台車を年に、 廃車、解体となった神戸電鉄700系電気機関車のものと交換したほか、前日のタイフォンのホイッスル化や、側面に左右2箇所ずつある、機器冷却用のルーバーを埋めるなどの改造が施されている。大井川鉄道は公式 SNS 等で E31 系電気機関車導入に伴う、既存の電気機関車の廃車はないとしている。しかし製造から70年以上が経過し、 老朽化が進行しているため、今後の動向が注目される。E101.102 と製造所が異なる E103 は、大井川鉄道の貨物の減少により、1970年7月6日付で廃車となった。同年9月に、学南鉄道へ転出され、同9月22日付で ED10 型として竣工した。牽引力も、同社滝より強いことから、 学南線の主力機として使用された。しかし、学南鉄道の貨物減少と大井川鉄道の SL 級構造発による北機資増加で、両社の機関車需要が変化したことから1986年2月21日付で、再度廃車となった。同年3月4日に大井川鉄道へ再入線し、同4月10日付で再度 E103 として巡航した。 またこの際、台本と同じように1エンド側のみパンタグラフが PS13 に復元されている。1999年10月6日の ED500 系2両の入線によって運用を終了する予定だったが、中部国際空港を埋め立て土砂輸送のため、同系が2両とも2000年5月に三義鉄道へ転出したため延期された。2002年12月21日で、 三義線での中部国際空港を埋めた手土車輸送が終了したため、翌2003年3月18日に ED501 が大井川鉄道へ返却された後、E103 は旧車となった。その後は仙洞駅構内に長期間留置されていた。2015年頃に新加谷駅構外側線へ移動し、2016年6月に廃車、解体された。ありがとうございます。